なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。うん、分かった。頼むな。よろしく、キリト君。それではボスの攻略に向かいましょう。
し。アクティベートしておいたわよ。遅寝遅起きだったお兄ちゃんがこんな早くから朝練？ SAO って経験値稼いでレベル上げて強くなるシステムなんだよね。反復練習なんて意味あるの？ねえお兄ちゃん、私と試合してみない？剣道だよ剣道、昔はよくやったじゃない。人を凶暴な怪物みたいに言わないでよ。これでも女の子なんだから。とはいえ確かに全国ベスト8の私がもやしっこのお兄ちゃんに負けるなんてありえないけど。甘いよお兄ちゃん。私だって SAO は初心者だけど ALO では1年近くやってたんだから、一方的にやられるつもりなんてないからね。そうかなくちゃ。準備オッケー。それじゃあこっちから。やるねお兄ちゃん。現実の剣道ならきっともう勝負がついてるのに。
また戦闘の訓練？行くわ。どうせ他にやることもないし。もう少しって、あと何回やればいいのよ。100回。何か途方もないわね、あんたの戦闘訓練。触っといて何言ってるのよ。本当、あんたわざとやってない？素直に怒れない分余計ムカつく。ている間に変なことしてないでしょうね。そうならいいけど。
掘り出し物が見つかるといいですね。うん、今飛んできたのって。
急に冷ました刀が割れて、破片が飛んできたのね。うん。歯が欠けることはあるけど、自分に向かって飛んできたのは初めて。うん。ありがとう。でも、こんな低レベルの火事で失敗しちゃうなんて。うん。やっぱり火事スキルがバグって消えちゃったせいだ。消えたスキルは上げ直せばいいなんて軽く考えていたけど。うん。わかっちゃった。やっぱそう見えちゃうか。お得意様にまた逃げられちゃってさ。まあスキルがないんだから仕方ないよね。命を預ける武器をヘボカジアに作らせるなんて自殺行為だし。有り余っているわね。入っていた呪文はキャンセルになっちゃったし。出かけるって、どこへ？ちょっと待ってよ！ここって。なんだか。落ち着く場所ね。そっか。戦闘スキルはあまり人に知られたくないものだものね。でも、そんな場所、私に教えちゃってよかったの？嬉しい。キリトとレジャースポットっていうのも楽しそうだったけどね。でもここで十分だよ。っていうかここに連れてきてくれて嬉しい。ありがとうね、キリト。でも勘違いしちゃうよ。こんなことするのは特別な人だけにするものだよ、キリト。何を、それって、私がキリトにとって、その、特別な存在って、ことだよね。そんなことだとは思っていましたよ。まあパートナーって言われたら悪い気はしないけれど、ね、キリト、ちょっといい？あんたの命を支えてるその対価としてさ、ちょっとだけ充電させてよ。言ったでしょ？元気の充電中なの。
もうちょっとだけ。ありがとう。気分転換していい気持ちになった。うじうじ悩んでるより気合でスキル上げしていく方がいいに決まっているもの。でも私がまた落ち込んでたらまたあの場所に連れてってくれる？充電も？お、言ったな。約束だからね。それじゃあ、今日はありがとう、キリト。またいつでも来てね。希望